こんにちは、土着園芸の鈴木です。本日は熱帯睡蓮の、冬越し後の生育その2ですね。前回、だいぶ葉っぱが出てきたっていうところを報告させていただいてたと思うんですけど、約2週間後、今日は7月の19日ですね。さあ、どれぐらい成長したでしょうか。じゃじゃーん、見てください。これ葉っぱが、浮き葉がね、ちっちゃいですけど、だいぶ出てきてますね。こんな感じです。ちょっと取り出してみましょうかね。見てください、こんな感じで浮き葉がだいぶ出てきてまして、白い根っこもね、どんどん出始めています。ここまで来れば肥料を吸収するので、すぐに大きくなってくれること間違いなしです。皆さんの、球根でまだ成長してない人なんかもね、水温が上がれば、成長する可能性ありますので、ぜひ暖かいところというか暑いところに持ってってもらった方がいいと思います。で、早速今日は植え付けしたいと思います。熱帯睡蓮はですね、結構植え付けるサイズによって、その最終的な花の大きさとかですね、育ち方が変わってきますので、今回はまだ小さな苗ですけど、思い切って籠植えにしたいと思います。販売させてもらってる睡蓮の植え付けキットっていうのがございまして、カゴに必要な土、肥料などが入ってますので、これで植え付けたいと思います。ね、球根が小さいので、いきなり土を入れてしまって、肥料だけちょっと足しましょうかね。目に直接当たらないように、結構熱帯睡蓮だから、その目に8粒ぐらいやっちゃいましょうかね。必要はないんで、熱帯睡蓮の、ここの葉っぱの付け根がですね、ちょうど隠れない程度ぐらいまで、土を入れてください。植え付け後はこんな感じですね。できれば土先に湿らしておいた方がいいかもしれないですね。今回は湿らしてませんけど、この間に、乾燥が進んで傷んでしまうことがあります。そういうことがないように気をつけてください。早速睡蓮鉢つけたいと思います。はい、プラ鉢用意させてもらいました。とりあえずは熱帯睡蓮でまだ大きくないので、直径40センチぐらいあればいいんじゃないかなと思います。で、株元が水に浸かって、5センチぐらいあればいいんじゃないかなと思います。少々深くても大丈夫です。今はね、まだこんな小さな熱帯睡蓮ですけど、8月の末頃には第1輪目が開花することを祈っております。あとこれ今後の管理なんですけど、2、3週間に1回ずつぐらい追肥をしていただく、こういう肥料ですね、肥料を、5粒とかね、与えていただければ、いいんじゃないかなと思います。またその辺のところも報告させてもらいたいと思います。それではまた皆さん、さよなら。